K マート神山田店 K マートは日本にかつて存在したコンビニエンスストアとスーパーマーケットの一つ。1970年代にはナックやユーマートと並ぶ代表的なコンビニエンスストアチェーンであった。コンビニエンスストア部門とスーパーマーケット部門がありボランタリーチェーン方式を採用していたがコンビニ部門ではフランチャイズ方式で運営していた。 カシドニアのキッタカが1964年に食品スーパーとしてチェーンを結成した。本部は大阪府東大阪市にあり、関西を中心に出店するも1995年に倒産した。一部の事業者は1993年にキッタカが会社構成法の適用を申請した時点で、ケーマートチェーンから離脱し、全日食チェーンに倉替えした。 アメリカ合衆国に展開するシアーズホールディングスグループの K マート、関東地方に藤田コーポレーションが展開する K マート、さらには世界展開するコンビニエンスストアのサークル系とは無関係である。日本のコンビニエンスストアの例名期はボランタリーチェーン方式での運営が圧倒的に多く K マートもその一つであった。キッタカの運営する ケーマートチェーン共同組合は、本部による、統制の強い契約を締結する店舗をまとめる、組織と、本部による、統制の弱い契約を締結する店舗をまとめる、組織の二つを参加に収めていた。ケーマートチェーンに加盟する人は、CVS 組合連合会、または、ケーマート小売り共同組合連合会の組合員となり、CVS 組合連合会の組合員は、 キッタカが別事業会社として分離した、K マートチェーン共同株式会社から、商品やノウハウを導入し、K マート小売共同組合連合会の組合委員は、キッタカ直属の K マート事業部から、商品やノウハウを導入していた。K マートは、ボランタリーチェーンでありながら厳格な統括を、加盟店に対して行う代わりに、経営指導や土地。 建物の購入援助などの強力な指導と援助を提供することで急速に発展を遂げた。1970年代には最も店舗数の多い勢いあるコンビニチェーンであった。1968年度の販売額は105億円で300店舗を構えていた。コンビニ事業は CVS 組合連合会本部が組合員を統括し、 ケーマートチェーン共同株式会社が加盟店舗を統括していた。証券約3000世帯、売り場面積49.5平方メートル、従業員2人で3.3平方メートルあたりの年間売上額を600万円と見積もっていた。ボランタリーチェーン方式とフランチャイズ方式の双方を内包する複合形態を有する企業としては当初最も成功していたのが K マートであった。組合に加盟するには1983年時点で150万円の加盟金、30万円の回転資金、3万円の共同組合出資金を用意し、回転後は売上高の1.5%のロイヤリティ、供給口の3.5%の商品、供給手数料、月額1万5千円の事務受託手数料を払い続ける必要があった。 またコンビニであるので、取扱い商品とその価格、店内のレイアウトを統一し、毎日、売上高を本部へ報告する義務があったが、店舗看板の設置は、本部が負担した。同じく1983年時点で778社が、加盟、841店を展開し、1500円を売り上げていた。 生鮮食品以外は何でも扱い、ディスカウントストアとしての性格を有していた。大阪市のマイショップとコンビニ部門で提携し、共同新入れによる商品の値下げを図り、店舗開発や、相互の人材育成、交流を進め、K マートが、プライベートブランドの菓子を、マイショップに卸ろす代わりに、 マイショップからアメリカ合衆国のコンビニ事業の情報の提供を受けるという体制が構築された。後に K マートとマイショップはどちらも倒産してしまうが、文教学院大学学長の川辺信夫は、両者に関して以下のように述べている。当初、コンビニの発展をリードしていたボランタリーチェーンの K マートやマイショップが、 コンビニモデルの構築ができなかったりずさんな経営で倒産し消滅した川辺信部を東日本大震災とコンビニ52から53ページスーパー事業は K マート小売共同組合連合会本部が組合委員を統括し K マート事業部が加盟店舗を統括していた加盟金30万円が必要で営業資金をすべて本部が預かるなど13ほどの 加盟規約を結ぶ必要があったが、コンビニ事業のように商品等の統一を本部から求められることはなかった。その代わりに、マーケティングや経営相談、商品の陳列方法などのノウハウを本部から受けるには、その都度代価を支払う必要があった。当初は貸し店のチェーンとして発足したが、貸し店専業の将来性を考慮した結果、 食品総合店へと転向した。1983年時点で4297店が加盟し、大阪には200店ほど存在した。k マート小売協同組合連合会の組合員にはコンビニ事業に移行する際の優先参加権が与えられていた。1964年2月に k マートチェーンを結成する。当時は菓子の専門店を ボランタリーチェーン方式で組織化していたが、1966年には、見切りをつけて、食品総合店への転換プログラムを作成した。同年の6月には、日本生産性本部が派遣した、米国 VC 視察団に、当時の吉高社長が団長として参加し、アメリカで、コンビニエンスストアという業態に出会う。翌1967年には、 米国流通視察団がアメリカのコンビニについて調査し、その分析結果からコンビニがスーパーと競合するものではないと判断、コンビニの展開の検討に入った。1968年頃から東は北陸地方、長野県、西は中国地方、北部九州に支部を置いて進出を進め、その後さらに東京都、名古屋市、札幌市へ進出しほぼ、 日本全国への進出を完成させた。1970年5月には、コンビニの実験店舗として、大阪13日号店を開業、同年9月には2号店を、大阪阿ビコに開き、翌1971年3月には、初の不買店舗を、京都市山品区に開店した。実験店舗の営業成績は、小型スーパーよりもよく、 将来的なコンビニの成長を見込んで事業推進を決し、1971年4月には東京都台東区に事務所を設けた。そして関東地方の地元商店に根気強く働きかけをした結果、同年10月1日に千葉県内に4店舗を同時開業させることに成功した。チェーンの発足から約10年間はチェーン本部で赤字が続き、 キッタカが援助していたが、それ以後は、採算が取れるようになり、キッタカ本体からの分離が検討された。事業が、軌道に乗ると、キッタカの本業である卸売事業と、ボランタリーチェーン部門の売上高がほぼ半々となり、チェーン本部を、資本金3000万円のケーマーとチェーン、共同株式会社として1978年7月に、別会社化した。この年まで、 K-Mart はコンビニ業界一位を保っていたが、1979年にセブンイレブンに追い抜かれた。1980年には同業者のマイショップと業務提携し、1984年にコンビニ事業で2000点、売上高3000億円を目標に掲げるなど、さらなる業績拡大を目指した。K-Mart マイショップグループは、 店舗数で1161店となり、セブンイレブンに逆転した。コンビニ業界の競争激化に伴い、1986年8月に、小売構造変化に対応するための委員会を、切ったか本体に設置し、経営不振店舗の改革に乗り出した。さらに1989年には、ボランタリーチェーンの運営方針を大幅に変更し、本部による徹底した指導、 援助を行うようになった。親会社の切ったかは、菓子卸売業界の売上高で1991年は、第4位、翌1992年には、業界トップの山星屋に迫る、第2位につけていたが、1993年9月8日に、大阪地方裁判所へ、会社構成法適用を申請し、事実上倒産した。申請は9月12日に受理され、 申請以来停止していた商品供給を再開した。負債総額は東京商工リサーチの調査によると330億円程度であった。前年の3月に K マートチェーン共同株式会社を統合したばかりで倒産の予兆は全くなかったが、リゾート開発への過度の投資と関連会社に対する不良債権の発生が業績を圧迫していたと考えられる。 当時の新聞報道によれば、1993年3月期には2億3000万円の増収増益を発表していたが、その裏で新本社建設用地取得のための投資があったという。会社構成法適用申請により、一部の加盟店が、K-Mart チェーンから離脱し、ニュー K-Mart ボランタリー株式会社を、 資本金2000万円で立ち上げ、全日食チェーン共同組合と提携することを発表した。しかし店名をそのまま、K マートとしていたため、キッタカの K マートとニュー K マートの K マートの区別がつかず、店舗の新規出店に支障が出たため、翌1994年に、同社は関西全日食へ改名した。当初、キッタカは一体的な再建を目指し、 三大都市圏に証券を集約、取引先を中小のスーパーや、ケーマートか名店に絞るなどの努力により、本業の売上は回復基調にあったが、1995年1月17日に、阪神・淡路大震災が発生すると、再び経営が傾き、有力な支援者にも恵まれず、事業分割の上、解散した。 貸し卸売とプライベートブランド部門は、両食が、近畿地方のケーマート事業は、伊藤中燃料が継承した。切ったかの経営破綻は貸し卸売業界全体に波及し、大手の食料品卸業者による地方の貸し卸売業者を買収あるいは提携を結ぶという動きが加速した。ありがとうございます。